パブリケニは、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ベリコ・タルノ募州に属する。パブリケニはかつては、陶磁器生産の中心地であったと考えられている。古代、ローマ及び、トラキア時代の遺跡からの出土品によってそのことが、示される。今日のパブリケニにつながる町は13世紀から14世紀に、 かけて建設されたもので、マリノ・ポールチと呼ばれた。町はパウロ派が多数を占めていたことから、やがて現在の名になった。オスマン帝国時代、町の人口構成は大きく変化し、多くのトルコ人が居住し、町はほぼ、トルコ系となった。ブルガリア解放以降、トルコ人たちは町を去り、変わって、バルカン山脈から、ブルガリア人が移り住んだ。 ブルガリア解放以降、パブリケには、工芸と工易の町として発展し、多くの新しい建物が建造された。パブリケには1943年に町に昇格した。パブリケに基礎自治体には、その中心であるパブリケにをはじめ、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。